はい、皆さんこんにちは、デフです。今回はスサノオを取り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、前々回のアップデートにはなってしまうんですが、スサノオの再販がやってきましたので、早速見ていこうかなと思います。ガチャ期間もあと1日とか最終日に近くなってきていますので、悩んでいる方はっていうところですね。まあ、ちょっとあと一押ししていきたいかなと思います。というところで、まずはですね、パッシブスキル見ていきましょう。スサノのパッシブスキル、専属武器、深淵セットですが、命中値レベル×280と物理会心ダメージ 35% となっています。まあ、命中値はね、戦場、戦役とかで、まあ、ミスが減るかなというパッシブですね。で、物理会心ダメージ、まあ、会心が出ればダメージ伸びるよというところなんですが、一応今のところ会心値とかはついて、ないんで、まあ、クリティカルが出やすいっていうところは、このパッシブからはちょっと見られないかなというところですね。まあ、この後スキルとか見ていったらね、すごく会心が出やすい状況とか出てくるかもしれないので、まあ、そこで、この会心ダメージがあってよかったなとなればいいですね。そしてパッシブ1番目、敏捷値がついてます。これはレベル ×360 なんで非常にいいですね。そしてパッシブ2、状態異常耐性 50% となっています。まあ、このいつものね、この中途半端な状態異常耐性ってことは、まあ、神器がね、この子はついているので、神器でプラスして 100% になっていくよというところです。で、パッシブ4番目、状態異常耐性無視、ここについています。 100% ですね。まあ、ここについているということは、パッシブ1、パッシブ3か、パッシブ3と、あとアクティブスキル1、アクティブスキル2ですね。まあ、これ全てで、対応されるよというところです。そして体力値レベル ×300 ついていますと、非常に高いですね。そして出陣時にもバフがかかります。自身と最大攻撃力最低の弓将味方3名に残影生後状態4ターン付与ということですね。残影を付与できます。まあ、弓にはね、これ必須な残影なものバフになってきますので、これつけられるのはいいですね。そして最大攻撃力最低の弓将味方3名に天野村雲かな状態、20ターンを付与ということで、まあ、この特殊バフも強いんで、これ非常にいいですね。そして一言メモですね、出陣時自身と味方にバフを付与できる。まあ、これ端的に書いています。まあ、これ残影と天野村雲ですね。まあ、これ2つ付けられるよというのが、まあ、非常にいいかなというところです。というところで、まずね、バフデバフ見ていきましょう。まずは、まあ、残影ですね。残影見ていきましょう。まず回避率上がりますよということで、やっぱり相手の攻撃が当たらなくなるっていうのは非常にいいですね。で、当たったとしても非ダメージカットをついてます。ダメージカットが 40% で、回避するたびに追加でさらに最大 30% 増えていくので、マックス 70% カットですね。まあ、そこまでいってしまうと、もう当たったとしても結構なカット率になりますので、やっぱ残影は強いなというところですね。で、あとは天野村雲かな。致命傷を受けたとき、ダメージを無視できるよというところで、致命傷無視を付与できる特殊バフですね。で、HP を 50% 回復して、この状態は、無中とですね、天野村雲が無中と神器状態に変換ということで、神器もつけられるよというところですね。で、無中に関しては、範囲攻撃と反撃以外のダメージを無視できる、まあ、隠れられると、食らう攻撃を制限できるという特殊バフ。さらに神器ですね、攻撃力 50% アップで攻撃力上げられるよというところですね。で、非ダメージカットもついてきて、ダメージカットで状態異常耐性もつけられるというね、非常に強い特殊バフ。これをですね、最大攻撃力最低の弓将味方3名につけられるよというところなんで、弓将をかなり強化できる、まあ、残影だけでもかなり強化だと思うんですけど、天野村雲があることによってさらに強化できるよと。この特殊バフ強いなって感じがします。まあ、おそらく、まあ、いろんなね、シナジー効果を持った副将って結構いると思うんですよ。弓将に限らず、武将とかね、ポセイドンとか大天狗かな、まあ、あの辺りとか帽子でもいますしね。で、弓将でもスサノオだけに限らずいると思うんですけど、まあ、その中で含めた中でも、この残影と天野村雲も2つかなり強力だと思います。もうトップレベルにシナジー効果持ってるんじゃないかなと思うんで、スサノオかなりおすすめかなと。まあ、弓パーティー作ってる方のみ
ですけどね、弓編成をしてますよっていう方のみにはなるんですけど、やっぱスサノオかなり強力かなと思います。今後スサノオみたいなね、弓パにシナジー効果持った副将来たとしても、この天の村雲を超える特殊バフ持ってる子ってなかなか来ないんじゃないかなっていうのは一つあります。そしてここからですね、パッシブ3番目、その前に神髄共鳴スキル先見ておきましょう。知力ヒダメージマイナス敏捷値 ×2 と攻撃力ヒダメージマイナス敏捷値 ×3 となってます。まあこれ最近の弓であればみんな同じものを持っているかなというところですね。そしてパッシブ3番目、自身が城内にいるとき味方の攻撃力ヒダメージマイナス自身敏捷値 ×2 となってます。そして戦闘終了まで自身に神技、これですね、神技が強い、状態を付与。そして、自身 HP 上限の 10% を上回るダメージを受けるたびに夢中に入れます。で、メッセージ成功状態も入れますと。で、この効果は毎ターン1回のみ発動可能ということですね。で、自身の暴走残影メッセージ状態は解除不可、3つも解除不可です。ただこれは自身のみですね。そして味方の残影状態が残りターン数が1より大きい場合解除不可ということで、条件も結構緩め、ですよね。なので、結構取りやすい条件の解除負荷になってます。味方の残影状態がね、解除負荷になるのはこれでかいです。まあ、ここもかなり強いポイントですね。で、自身が付与した生後と罪悪状態が非解除時解除を無視できますと。まあ 50% ですけどね。で、自身が非撃破時最大3回復活可能、復活タイプで、復活後 HP を 100% 回復です。で、夢中と残影生後に入れますよということで、4ターンなんでね、これもターン数解除ね、ターン数の条件で解除不可になるのも4ターンなんで、これはもう基本的には解除不可ということです。で、二重丸のね、一言メモ、出陣時自身に神技状態付与できるよということで、神技は強いと。で、味方の残影状態を、条件付きですが守れるよと。この条件もね、ゆるゆるなんで、ほぼ守れますというところで二重丸二つついてます。やっぱ残影守れるのはもう弓パーティー必須になってくるので、やっぱりここはスサノオおすすめしたいとこですね。天の村雲もかなり強いですし、で、残影つけられて、その残影をね、解除不可にしてくれるんで、相当強いと思います。もうここだけで、もうあとアクティブスキルが弱々だろうと、この残影がね、やっぱ解除不可になってて、天の村雲持ってて、残影も味方につけられるよってだけでもかなり価値のある副将ではないかなと思います。で、さらにね、神技入れるんで、自分の体勢もね、取れますしっていうところになってますね。で、味方もね、天の村雲によって神技にすることができるっていうのはね、かなりシナジー効果高いかなとは思いますね。というところで、バフデバフの効果見ていきましょう。こちらですね、パッシブの3番目。まずさっき見た神技にはなりますが、まあ、効果は一緒です。攻撃力 50%、 ヒダメージマイナス 65%、 状態状態性 50% となってます。で、夢中も同じですね。食らう攻撃を制限できるよというところです。で、メッセージ生後ですね、付与者の HP 上限 10% のダメージを吸収ということです。で、非会心時のダメージがマイナス 65% ということで、会心攻撃にさらにダメージカットがついてますということですね。で、あとは夢中と残影になるのかな。では、残影もこれは効果一緒ですね。回避率 60% で、非ダメージマイナス40からの最大追加がマイナス30ついて70になるよというところですね。なので、パッシブだけでももうすでに価値がある副将となっております。そしてここからアクティブスキルの1に見ていきましょう。で、アクティブスキルの1番目、まず自身と敏捷最高の弓将味方3名に暴走成功状態4ターン付与、さらに暴走つけられるよとなっています。まあ、これはアクティブスキルなんで、動かないと、まあ、スサノオが動かないとつけられはしないんですが、暴走つけられるよと。暴走かなり強いバフですからね、攻撃力アップバフなんで、これは強いですね。で、最大攻撃力最高の敵4名に 800% の物理ダメージを与えて、自身敏捷値 ×12 と攻撃力 60% のダメージ加算と。で、体力値最低の敵を7回集中攻撃できますよということで、まあ、自身もね、まあ、これ神技入ってるんで 1.5 倍換算で見てもらえたらなとは思うんですが、自身もかなり強いタイプになってます。で、さらに暴走入ってきてますからね。で、これ自身と、もうこれ自身も入っちゃうんで、攻撃力高めに設定されております。
で毎回攻撃前敵の遊撃化成功状態1個解除して盲目罪悪状態2ターン 100% 確率を付与というところです。盲目もね、まあ使い方によっては普通に強いかなというところですかね。で自身の残り HP が 50% より多い場合ダメージ2倍で 50% より少ない時はHP をダメージの 100% 回復、まあ、2倍か回復か、まあ、どっちか取れるよという条件ですね。で毎回攻撃後麻痺罪悪状態一旦 50% 確率を付与ということで麻痺罪悪もまあ 50% 確率ですけど狙えるよと。で範囲攻撃あるんで、まあ、ばらまきにもなるし集中攻撃もあるんで、まあね、こんだけ殴れば1回ぐらい入るでしょうみたいな感じですね。で全ての攻撃後味方6名におぼろ月生後状態4ターン付与というところでおぼろ月生後ですね、まあ、これ神髄共鳴スキルの仲間のバフになるんで、まあ、そこまでですけどありますとこういうことになっております。ということで、スキル1のバフデバフ効果見ていきましょう。こちらですね、まず暴走生後、まあこれ強い攻撃力アップバフですね。まあただ 100% ではないんで小キビほどではないと、まあニビアンとかね、まあそれほどではないとはいえ攻撃力 80% 上がるのはでかい。で神器でも 50% 上がってるよと。これではまた足し算ではないのであれですけどかなり上がるよというところですね。で筋力値も敏捷値も知力値も 50% アップなので、まあ敏捷値条件があれば非常に取りやすい。で多分まあ非ダメージ 10% 上がってしまうデメリットはあるんですけど、このデメリットを超えるメリットがあるんであんま気にならないかなというところですね。でこれをね自身とさらに弓章につけられるってところで弓パーティーはかなり火力がやっぱり高いんですよね。で盲目罪悪ですね、命中値を下げますよと、まあ、これだけだったら、まあ、そこまでかなってところなんですがマイナス 80% ね、余ダメージマイナス 40% ということで相手のダメージがね 40% 下がりますよと。で攻撃が命中しないたびに追加で 10% 下がっていって、最大追加マイナス 30% でマイナス 70% 7割減になってしまうよとこういうところなんで、これ相手からしたら非常に嫌ですね。でしかもこっちは残影に入れるというところで合わせて回避取りやすくてって相手の、ね、ダメージを下げられてっていうところになってくるんで、やっぱりこの弓パーティーでの盲目は強いかもしれないですね。まあ、弓パーティーじゃなければね、この命中値をただマイナス 80% しただけでっていうところで結構当たるんですよね、これね。なので回避率とかね、まあ、あの辺とはまた違うので、これ命中率ではないんでね、命中値が下がるよっていうところなんで、まあ普通に弓パーティーじゃなければ、まあ残影持ちのね、弓パーティーじゃなければ当たったりして、あんまり盲目っていうのはあんまり機能しないんですけど、弓パーティーであれば、スサノを入れたね、弓パーティーであれば、まあ、残影か。味方に付与できたりするので、まあ、そこで回避してね相手の余ダメージガン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 下げていくよということもまあ可能となるっていうところで、まあ、強いかなというところですね。で麻痺罪悪ですね、まあ、これはもうおなじみとなってきてますが行動時アクティブスキルと通常攻撃が発動負荷回避値がマイナス 30% ですよというところです。でおぼろ月生後知力非ダメージマイナス自身敏捷値 ×2.5 となってます。ということでアクティブスキルの2番目見ていきましょう。で敵6名に 800% の物理ダメージ範囲攻撃ですね、自身敏捷値 ×10 プラス攻撃力 50% のダメージが加算と。あれ俺さっき、一言目も言ったかなっていうところでちょっと戻りまして、自身と弓章に暴走付与できる20丸というところをですね、これさっき言い忘れてましたね。で戻りまして、範囲攻撃 800% と敏捷値と攻撃力の防御無視がついてますよと、まあ、攻撃力の、ね、防御無視の数字が低いのは、まあ、神器とか暴走とかあるので、そこで上がってますよと、いうところでここのパーセンテージ低くなっているのはそういうことですね。で最大攻撃力最高の敵を5回追加攻撃できますということで範囲攻撃からの連撃ですね。で毎回攻撃前敵に罪悪状態4ターンの 100% 確率を付与となってます。まあこれも強いですね、急防ね。そして自身の敏捷値が敵より高い場合回心率プラス 50% これ暴走でさらに敏捷値か上がってますと。で敏捷値もレベル ×360 パッシブついてますので、まあ合わせて、まあ、基本的には負けないでしょうというところですかね。で回心率取れるよと。クリティカルが出やすくなるので専属武器についてた回心ダメージが生きてくるっていうところですね。
で敵に盲目か破壊状態、まあ破壊はこの子使わないので破壊は自分では完結しないんですが、盲目は自分で使うのでこっちで完結させることができるよと、有益か成功状態2個解除、まあ、条件付きの解除になってます。で全ての攻撃後味方6名に雷火生後状態4ターン付与、自身が総ダメージ 35% の HP を回復ということで、まあ一応回復ありますよと。で雷火生後はね、神髄共鳴スキルの仲間のバフというところになってます。まあスキルにはまあまあっていうところですかね。で急防も弓章と相性がいいものとなっているので、まあここはいいですね。かなりもうスサノオは弓章、弓パーティーに特化しているというところですね。というところでバフデバフ見ていきましょう。で先ほどの9棒ですね、被ダメージがプラス 50%、 これだけだったらまあ、風波と同じかなと思うんですが、弓章に会心攻撃される確率がプラス 25% というところで、やっぱり弓章にこうちょっとねシナジー効果プラスアルファでついているっていうのはでかいかなというところです。で雷火聖護攻撃力被ダメージマイナス、自身敏捷値かける 3.5 となってますね。なので基本的にスサノオはスキル1、スキル2、パッシブスキル、どれとってもやっぱ弓章とシナジー効果が全てあるよというところなので、やっぱり弓編成している人にとってはやっぱ欲しい副将の一人なのかな、まあ、この再販でも僕は取りに行ってもいいのかなと思いますが、まあこの後ね、毘沙門天が来ますので、まあ、そこと原宝兼ね合いでね、いろいろ相談してほしいかなとは思います。まあ、そもそも弓パーティー自体がね、弓編成をしようとしている人って大体ハイ課金なイメージなんですよね。まあ、弓章が出てくるタイミングっていうのももちろんありますし、まあ、今回で言うと毘沙門天とね、かぶってはないけど、まあ、近いところでの再販というところで、毘沙門天を欲しい無課金さんとか美課金さんはまず取らないですよね。で、まあ、ここまでもアポロとかスサノオとか、その他の弓ですよね。に関しても、何かしら近くに強い副将がいたりしたんですよね。まあ、例えば、オーディンとか、周年副将の手前でスサノオが来たのかな。もしくはその後にスサノオが来たとかで、オーディンがいるから取れなかったみたいな人がたくさんいると思います。ムカキンさんとかビカキンさんね、それ取ってしまったらもうオーディン取れないとかね、オーディン取ったから取れないとかになってしまった。アポロとかも確かその前後に、強い副将がいたりして、そこで原宝を使ってしまったりとか、ね、その後のことを考えて原宝を使えなかったとか、で、まあ、結構ユミショーってちょっとそういうタイミングで来がちなんですよね、強い弓章。なのでちょっと弓章はそういうことがあったとしても、例えば今回で言うと毘沙門天はもう取るの確定してますよ、でもスサノオも行きますよみたいなね、そういった方がやっぱり弓章を持ってたりするんですよね、複数のね。なので、まあ、個人的にはかなり課金している方が弓編成してたりするのかなとは思っています、イメージ的にね。なので基本的にはもう今弓章が出てきたらまあ廃課金用なんだなって個人的には思っていますね。ということでスサノオ、今早見表で見るとどのあたりなのかなっていうところを見ていきたいんですが、スサノオ一応ギリギリ殿堂入り入ってます。まあスサノオね、まあこのスサノオ単品で見れば大天狗よりも確実に同じ職業のシナジー効果っていうものは高いんですけど、ちょっと相性の問題でね、どうしても弓より武将の方が相性がいいというところなんで、大天狗の方が上になっていたりしますが、同じ、まあ、スサノオだったら弓ですね、とか考えると、うん、まあ、スサノオの方が大天狗よりもシナジー効果は高いかなとは思います。であとは強い弓章がさ あとどれぐらいいるのかなってなってくると、アポロとかですよね、代表的なのは。あと最近で言うとキューピッド出ましたよっていうところと、トークンとかもね、弓ですし、エンテとかもね、強い弓いいですしね。あと紹介とか嫌がらせ、まあ、デバッファー担当とか、結構弓見返る回復の弓かなとかいたりして、まあそこそこ強い弓章っているんですよね。でこの子の場合は自身とその他の弓章ですよね、敏捷値最高の弓章、味方3名ってなってるんで、まあ、計4名いてもいいわけですよね。スサノオを除いたらあと3名かなってなってくると、まあ工芸とかもね全然ありですし、まあアポロは筆頭になってくるんでしょう。
まあ、最近で言うとエンテ、キューピッドとかね、まあ、紹介とかアバターで取った方であれば、まあ、この辺がいればもう普通に強いですよね。うん、でまあトークンでもいいですし、ミカエルでもいいし、工芸でもいいってなってくると、最近やっぱ弓将の選択肢が多くなってきていますね。まあただこれね、本当に弓将4人揃えてるよみたいな人は、まあちょっと課金額がいった人なのかな。まあ損傷庫もありですよね、まあ最近で言うとね。なのでちょっと課金額がかなり多い方が弓編成しているっていう、まあ僕の勝手なイメージですけど、僕は弓編成しようかなって思っても揃えられないですね。さすがにスサノオを入れて残り3人、まあアポロとかエンテとかね、紹介とか、ちょっと揃えられる原本をためらんないなって感じがしています。なので僕はどうしてもで、そんなポンポン副賞を取れる課金額ではないので、って考えるとやっぱり周年に合わせて貯めるとかね、強い副賞が来そうな月に対応してそこを目指して貯めるとかになってくるんで、そうなるとどうしてもね、そこから弓賞って外れてきがちなので、ちょっと取れないなって感じはしますね。なのでもう本当に弓賞っていうのは課金額が多い方向けになっちゃっているのかなと。その代わりね、その分強いよというのはあります。はい、ということで、今回はね、スサノオ再販で、来ましたよということで紹介させていただきました。まあ今でも、まあ弓師パーティーを作っている方なのであれば、もうもちろん持ってるでしょうっていうのがあるんですが、今これからね、頑張って構築しようとしている方は、いた方がいいと思います。まあ、でもこの後、毘沙門天来るんでね、まあ、戦場戦役困ってなければ行ってもいいのかなとは思いますが、いや、それでも戦場戦役さらに強化したいよ、毘沙門天欲しいよってなっている方は、ちょっとスサノオ我慢になっちゃうのかなとは思います。はい、ということで、チャンネルの登録、X のフォローなど、ぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつでーす。